今日はですね、GU のマウンテンパーカーを羽織ってきました。サイズは XL なんですけど、そうですね、音がシャカシャカってするぐらいです。あと軽い軽いですね。軽いのと、何ですかね、これなんかついてた、これでこう調節できるんですね。GU のこういうの初めて買ったので使い勝手がよく分かってないんですが、まだね、北海道のね、息のある時期はね、寒いなので、近くに行くとき、車に乗るときぐらいしか着れないかな、まだ3月の初めだからまだね、はい、ちょっとね、XL 大きいかな。私は身長164センチあるんですが、肩幅もある方なんですが、こんな感じです。はい、ということで、中に着てるのはスタジオクリップのプルオーバーですね。色はネイビーです。フリーサイズ、はい、今日履いてるパンツは GU で、590円で買った薄緑色のハイウエストパンツです。 L サイズです。色違いで、それも安い時に590円で買ったのが茶色のあるんですけど、それは XL を買ったんですけど、今日 L を履いてみて、 L も実は大きいんですよ。なんかね、ウエスト部分とかも、だからちゃんとジャストで着る、履くんだったら M サイズみたいです、私の場合は。でももうなかったので、で、あとゆったり履きたかったので、はい、この春色みたいなパンツ履いてみました、はい、丈はジャストですね。ちょっとくるぶしぐらい、くるぶしよりちょっと下みたいな、本当にジャスト、まあ、折って履いても良さげですねはい、ということですね。あ、ピアスはアメリカンホリックです。今日なんかちょっとどんぐりみたいな感じですけど髪をね、ワイヤーポニーでまとめたので、こんな感じです。すごく三つ編みが長くなってきました。だんだんそろそろ切り時かしらこうまとめるとね、こう白髪の方もすっごい目立つんだけど、まあそれなりの年齢なのではい、ということでーす。今日はですね、アメリカンホリックで買った、綿素材の、トップスです。綿100、ちょっとニットっぽくなってるんだけど、色はね、薄紫の、これから着ても大丈夫な色です。で、中はタンクトップで、楽天ルームに入ってますけど、楽天ルームの中に入れてあるタンクトップです。なんかちょっと下からちょっと見えるやつここね、サイドスリットがあるので、こうチラ見せもできるし、このアメリカンホリックのね、トップス
身幅も結構あるからいい感じですただね、ちょっと洗濯したらここら辺がヨレヨレってなる可能性が大です。で、パンツはニコランドのサス付きの裏着物です。まだ薄いし、まだまだ履けると思います。ベルトなんですけど赤です。下村で買ったやつですね。もう何いつ買ったのかなっていうぐらい前に買ったものです。はい、そしてこのベレー帽も久しぶりに被りましたが島村です。はい、靴下なんですけどじゃーんこれは赤にドット白のドットなんだけど、これはどこだろう、サンキっていうところかなで買ったかもしれないし、わかんない、忘れちゃった。100均かもしれない、ダイソーかもしれない、それぐらい安いやつです。今日は赤と紫と白、きなりにで合わせてみました。アクセサリーはいつもの、ジュエリーペペさんです。ネックレスも、でピアスなんですけど、これは、ニコアンドです。はい、ちょっとだけ春っぽくなってきたでしょ。ということです。今日のアウターなんですけど GU の 3XL カーディガンです外はまだ雪が降ってて寒いけど職場が近いということでててって来れるんですよね。それでね、こういったカーディガン類でもう3月になってくるとね十分なんです。カーディガンです。はい、3XL です。 GU の便利です。はい、今日はですね、島村で買ったワンピースです。はい、こちらにね、レース塗ってて、ただね、中は見えないように黒いのを着てるのでちょっと分かりづらいんですけど、薄手のデニム生地のワンピースです。ですが一番下までボタンを閉めちゃうと動きづらいのと、なんかボタンがブチンって取れそうな感じになるので、パンツ履いてるから今日はボタン2つほど外しております。はい、ですで、もしねこれワンピースだけで着ようかなってなった時は、その時は考えます中に、今日はですね GU の、590円で買った激安のハイウエストパンツ、これはなんだ、薄いグリーンですね、これを履いてます。で中ベルトで締めて、はい、履いてます。はい、でこれはミンデで買ったコーヒー豆の白バージョンです。はい、で足元ね、いつまでもあのモカシン、島村のモカシンなんだけど、まだまだね雪がねザクザク残ってて、しかも雪は溶けてきてるんだけど寒いんですよ。だから普通の靴なんか履いちゃったら足元が冷え冷えなのではい、ボカシンです。で靴下なんですけど、これは島村で買ったやつですね。でこの靴下に茶色が混ざってるということで、この茶色の
ファイヤーポニーを使ってます。はい、ということでこんな感じです。はい、今日のアウターなんですけど、こちらは、フィリルのニットカーディガンです。はい、残念ながらこのブランドはもうありませんが、少し後ろの方が短くて前の方が長いデザインになってるんです。で、袖なんですけど、こちら太くできてるので結構厚手のニットとか、ゆったりした、袖の服ですとかには合わせやすいんですよね。こんな感じです。なので、こういう中途半端な時期には、重宝してます。はい、ね、このデザインブランドさんなくなっちゃってとっても残念です。寒かったら閉じれるし、はい、こんな感じで今日のアウターでした、はいしてみました。天気もあったかいんです。はい、トップスのこれ、こちらのチェックの服は、スタジオクリップです。何年か前、 2年くらい前に買ったものかな、はい、袖がねこのぐらいの、結構襟ぐり開いてるんで、中にこちらもちょっとこう流行った時期あったじゃないですか、こういうの。これはね、楽天のソウルベリーさんっていうショップから買ったやつなんですけど、思い出して着てみました。重ね着用なんですね。ここにタンクトップなんだけど、こちらここのね肩のところに、レース飾りがついてて、でこんな感じでちょっとこういう風に、ここもこうなってるから、ここちょっと見えるような感じに設計されているのかなと、はい、こちらは綿なので、そうですね、ちょっとシュワシュワになりやすいんですけど、 L サイズです。中のこういう、タンクトップ類も L サイズです、もしくは XL です。はい、でパンツなんですけど、これは以前楽天ショップから買った1本3500円のパンツなんですけど、多分動画で紹介してるんですけど、黒と白買ったんですけど、ちょっとね生地感がね、サラサラしてて、そうだな、イメージ学生ズボンの生地を少し薄くしたみたいなそんな生地なので、好き好きがあると思います。で、私はまあこのね、このふんわりした感じ、これが あればいいかなって思ってるので、特に気にはならないんですけど、やっぱりちょっとね薄いとか安っぽく見えるとか、そういう風に思う方もいるかもしれない。うん、これもね良し悪し、私はあまり気にしないので、はい、普通に、履いてみました。で、他に色白も持ってるんですけど、白はさすがにまだ履けなくて
全然夏でも OK なぐらい の生地感なんですよ。それで中にはね、プチプラのあやちゃんの温かい、なんだっけ、膝ぐらいまである温かい下着みたいなそんなのとか、あとニーハイ履いてます。はい、まあ、足元はもういつも その島村の、靴です。はい、靴下もそのプチプラのあやちゃんのニーハイを履いてます。寒い、やっぱ下半身とかね冷やしちゃいけないから、上半身は涼しくて、涼しくてもいいんだけど、下半身は温めておきたいと思います。はい、ピアスは、アメリカンホリックのです。はい、右と左大きさが違う、まあ、どちらでもいいんですけど、はい、ベレー帽はいつものユニクロです。アクセサリーもジュエリーペペさんです。はい、これはあれですよ、スマートウォッチの偽物みたいな結構重宝してます。これで血圧測ったりとか心拍が出たりとか、ちょっとね健康に気を使う年齢なので、こういうのは絶対つけてます。前はバンドがピンクだったんで汚れがすごい目立ったんだけど、黒に取り替えたのでちょっと、汚れがバレないかなみたいな。はい、ということでこんな感じでーす。今日はですね、アメリカンホリックのコットンニットです。サイズは L サイズです。中に、楽天ルームに入ってます、タンクトップ、こちらを着てます。こちらのタンクトップそんなにね長いわけじゃないから、裾がね見えないんですよ。でもちょっとだけ見えます多分もうそろそろ続くと思うんだけど、ここの調節付きのキャミソール型のこういったチラ見せ用の、インナーも楽天ショップで買ったんですけど、もうそろそろ届くと思うんですけど、はい、そちらはこう調整がついてるということでちょっと楽しみです。はい、他にタンクトップ型も買いました。同じショップから買いました、色違いで。また今度、届いたら着てみたいと思います。はい、で今日もこちらはスキニーを合わせてみました。GU の、ブラウンのスキニーなんですけど、サイズは64です。こちらの、ね、スキニーはストレッチがすごく効いてるので、ね、普段は L サイズとかの私ですけど64が履けます。伸びるから、はい、ということでこんな感じですね。アクセサリーもペペさんです。前髪なんですけど少しアイロンを縦に入れてこうねじってするなんかこうランダムに適当にちょっとだけ巻いてオイルをつけてみました。はい、おんまゆはい、ということで、こんな感じでコーディネート、してみました。というか仕事で着てるいつもの服です。何かの参考になりましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。